皆さんこんにちは。南淡路市のにゃんころめピアノ教室です。今日も楽しいレッスンです。コロブチカロシア民謡は楽しい替え歌で有名な曲です。楽しく踊るような曲奏でいろんな替え歌をつけて歌いながら弾いてみるのも楽しいものです。それでは二短調のコロブチカロシア民謡を弾いてみます。興味のある歌詞や言葉を替え歌にして弾いてみるととても楽しくなります。それではコロブチカ二短調。この曲を楽しく替え歌にして弾いてみるととても楽しくなります。
ピアノもエレクトーンも楽しみながら学ぶことがベストです。今日も楽しいレッスン